やっぱり吉野家。みんな頻繁に寿司食ったらあかん。どうしよう。うわぁ、最高。やっぱこっち正解や。まあ、ミスはないよな、マジで。チーズカレーにしようかな、アホかな。いや、俺もチーズカレー全然選択しちゃったよ。よしやって。二人でチーズカレー。いや、よしやのカレーとかもあれうまい。いや、めっちゃ俺も好きやん。あ、マジじゃないよな。よしよ。こっち寿司蹴ってるから、ね。まあ、ビビっただけなんですけど。いや、A 団員。A 団やな、これ。で、牛丼シリーズ行ってて、吉野家行ってなかったからな。あとはもう中尾だけ。生姜焼きかな。チーズカルビ丼行くな。チーカル？カルビ丼って、歯ごたえ強すぎてしんどない食べんの。でも嬉しいな、いっぱい食べてる感じして。変数に好きにしたいけどな。そうやったら好きやにしたいな。コスタミナ、鶏豚牛。ほら、女の子と遊ぶ。いや、女の子と遊べたら匂いきつそうなんで控えますよ。あ、そっか。そうやったら豚鮭定食。定食夜に行く人もおんのかな。おるやろ、全然。牛鮭定食とか全然ありやん。やべえ、これ決まらんかも、今日。こんな悩む人おらんで。史上初決まらん回かも。そう、8分10分決まらない回。うわ、マジでどうしよう。こんな決まると思うよ。確かに全部うまそう。しかもうまそうで迷ってるの。最後の8秒ぐらいでうってくって。ごちそうさまでした。オッケー。何か。豚生姜焼き定食。豚汁変更のマヨネーズ。ちょっと待って、どうしよう。どうしたんやろこれ。どうしたんやろ。もし。いざ決まったらもう待ってられへんな。にっこり。牛カレーチーズトッピングにしようかな。カレーはずるいやろ。8切れんばかりはいけんやな。何そのいい名付け。どうしよう。すいません。豚生姜焼き定食のマヨネーズお願いします、トッピングで。マヨネーズ一つついてるんですけど、最初から。あ、最初からついてますか。はい。じゃあ、ごめんなさい、牛皿豚生姜焼き定食に変えて、で、マヨネーズもう一個で、豚汁に変更でお願いいたします。はい、豚汁変更。牛カレーにチーズトッピングで。牛カレーサイズの方は大盛りで。大盛りのチーズトッピング。はい、はい、お願いします。はい。また残すやつな。また寿司切ってるから自分の胃の大きさ見誤ってんのか。昨日大宮の電車賃もらったんで食うから俺今から。電車賃としてもらってる意味ない。ほら、ありがとう。名劇場。名劇場。いい劇場やね。小銭。今日は練馬やもんね。でもさ、練馬もさ、なんか幕張とか沼津とか大宮と同じ扱いしてるよな、俺らが。なんか今全然な、そういう近い。もっとでっかいホールみたいなし、区民ホールみたいなんで。すごかったな、大きかった。1000人ぐらい。普段1400キャパとかのところを、900マックスにしていきました。ていうかこの動画ね、ぜひ以前配信であげたね、練馬区で飯決まるまで配信を見てからねご覧いただきたいんですけれども。もう嘘つきだな、普通の。すごい先輩、正直、うん、こう認知してもらえてるのとかを嬉しいな。嬉しいね。ええことや。でもやっぱあのワードって、まあ、残んねんな、思いたいねんって。素晴らしいですね。嬉しかった。名前はちゃんとかな。チャンプ2。ワンチャンプ2。チン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 
これは板畑です。まだ気出す。うまっ。僕ね、生姜焼きに生姜のせるのが好きなんです。今まで生姜焼きの時にこれのイメージ一切なかった。いただきます。何言っていいかもしれない。質問とか募ってさ、うん、それについて喋るとかの方がええんかな。食いながら、うん、そういう家があってもいいか、うん、これちょっとあれやな、おかわりやな。おかわり自由な。自由じゃないやろ。おかわり無料やった。おかわり、うん、俺見逃さかん、うん、見逃さんかって俺、うん、この吉野家の外に灰皿があった。エロそうですね。それほどなんか全然見誤ってなかった。ヒゲ生えてんね、教授。気づいてた。気づかんかった。悔しいな、そういうの気づかれへん。今日人がいっぱい入ってきた。ちょっと退散。しゅんちゃんまだまだ物足りない。はい、お腹いっぱいでございますが、アジャパ、アジャパ、これね、練馬から、はい、もう帰ろう。奇跡的に2人とも大江戸線いっぱいな。そうなんですよ。お前どこやったっけ。西新宿5丁目。はい、僕がすいません、なんか六本木、すいません、すいませんと思わんよ。すいません、なんかあの家に帰るのはみんな知ってんだから。六本木だけですごいビル想像せえへんから、もうみんなあの家やから。すいません。味はあるんですけどね。これ上がる頃にはもう決まってるってことよね、編集者の方が。バッチリ決まってるよ。で、本当に一回ご飯行って、うん、まあ、この時期やからね、ちょっと落ち着いたのになるんかもしれへんけれども、うん、行きまして、じゃあ意地にしていきたいですけどね。はい、ちゃんとそのお金という意味でやらしい話もね、しっかりとしておきたいし。なるほど。はい、全部ね、直接の対面で決めたよね。やっぱりニュアンス伝わらなかったりするから。そうやな、文面では。それはほんまにそうやと思います。はい、うるささで伝わるよね。はい、あー少ない、嬉しい。座れるな、これ確実に。これ嬉しい。じゃあ電車乗っていきたいと思います。乗ってみた。電車、電車乗ってみた。ゼロだ車両。伊垣さん、終点です。伊垣さん、終点。動いてる。発車しました。席奪うこと成功。